はい、今日はガソリン添加剤についてのお話です。ちょうど今この新しい添加剤でシュアラスターのループパワーショットっていうのをいただいたので、これを自分のバイクに使ってレビューしていこうかなって思うんですけど、ちょっとその前にガソリン添加剤って何なのかっていうのと、あとガソリン添加剤ってそもそも本当に使っていいのかっていう、結構これ聞いた人っていうか、おそらくためになる話だと思うので、できれば最後までご視聴をよろしくお願いします。まあ、ガソリン添加剤って単純に言うと、こうガソリン、まあ給油するじゃないですか。で、給油の時にこの、まあ容量とかが決まってるので、これ40から60リットルのこの、ね、入れ物って言ったら何だろう、そのガソリンがこう入る容量のタンクが40から60リットルに対して1本っていう、まあそのちっちゃかったらそれに応じてちょっとこの減らさないといけないので、ちゃんとその辺見てやらないといけないんですけど、でそれ入れた後にどうなるかっていうと、この添加剤がこのガソリンのそのルート、まあ汚れのこうカーボン汚れだったりとか、そのまあ汚れを取って、あと燃焼の時にその燃焼室のピストンのこの先端っていうか、まあこの上面をきれいにしたりとか、そういう汚れを取ることで、なんかこう燃費の向上だったり、まあパワーロスをこう、なんかパワーロスに原因っていうか、この汚れが原因だとしたらそこの汚れを取ったりとか、まあ入れるだけで、そのなんかね、汚れを取った結果燃費良くなったり速度が速くなったりするっていう、まあ代物なんですけど、まあそもそもそれ本当なのかとか、まあ本当なのか、まあ実際これ目に見える効果というか、でも人によると、例えば自分のフューエルワンの効果というか動画も出してはいるんですけど、フューエルワンはあの効果があるんじゃないかとは体感であるんですけど、ただ自分的にはこれみんながみんなその効果を感じられるのかなっていう、ちょっとなんか微妙っていうか、まあ入れないよりかはいいのかなぐらいだと思うんですよ。ただこの入れてる時はあんまりなんか感じないんですけど、入れてしばらくかな、ツーリングの時にそれを試した動画が確かあると思うんですけど、入れてその時はその体感はないんだけど、なんかこう走って何百キロか走った時に加速感というか、このなんだろう、回ってるなんだろうな、いや特に高回転域のこのなんか軽さが良くなった気はするんですよね。だからきっと、まあこれに関してシュアラスターって自分名前も正直知らなかったんですけど知らないのに、これまあこれもらって初めて、あこういうメーカーもあるんだって知ったので、このレビューするんですけど、これに関して初めてですね。で、フューエルワンに関しては、もう効果、自分で使ってみて効果はまああるんじゃないかなっていう、なんかまあ、ただそれだけの話なんですけど、で、サンスターに関しては、まあこれも、じゃ今回どうなるのかなっていうのを使って試そうと思います。で、今回は、まあこれ使うよって言っといて、これ使って大丈夫なのっていう話をするんですよ。いや、これ、実際、これを、まあ、とある整備士から、こう、添加剤の、あ、まあ、添加剤の、これじゃなくて、いわゆる添加剤全般、そのガソリンだったりオイルだったり、まあ、その全般の添加剤はそもそも入れる必要がないって言われたんですよ。まあ、理屈としては、そもそも、なんていうか、特に最近の車ですよね。最近の車に入れたら逆に良くないっていう話を聞いたんですよ。まあ、例えば自分ってこの今2級整備士取るために、まあそれなりのとこ行ってんですよ。こういうなんかそういうところでなんかこのちょっと察してほしい察してほしいんですよ。なんかこのちょっと名前出したらちょっとあれかなってあるので、自分こういうなんかちゃんとしたこのなんですかね、2級整備士取るための勉強をしてるので、そういう情報源とかをなんかちょっとなんかその察してほしいかなっていう言葉にはしないですけどね。で、その整備士曰く添加剤は使わない方がいいっていう人なんですよ。ただ使っていいパターンも、あ、じゃあ使っていいパターンからまず言いましょうか。あの古い車とかですよね、いわゆるキャブ車ですかね。そのやっぱキャブ車とか、いわゆる電子制御がもうほとんどない車やバイクですね。なんでかっていうと、今の車って電子制御がすごくて、ちょっと言葉詰まっちゃったんですけど、電子制御が今すごいんですよ。このいわゆるガソリンの濃い薄いっていうのをその場で機械が判断して、燃料の濃さとかもこの自動でやってくれてるんですよね、 ECU が。
で、例えば、あ、そうか、まずいいところだよ。なんだっけ、その古いバイクとか車からか。で、やっぱこういう、なんでしょうね、電子制御で、こう、ガソリンのその濃さとかを、こう、なんですか、調整してないから、そもそもこのガソリンの濃度っていうか、なんだろう、状態がそこまでなんか、そのエンジンを動かす、なんですかね、このサイクルとしての、なんだろうな、制御にそこまで影響しないんですよね。だからなんか、例えば、こう、今の、あの、結局なんかいいとこってそんなに喋れなかったんですけど、じゃなんかそのなんでダメかっていうと、この今の車って、いわゆるその、ちゃんとしたガソリンの、濃度っていうんですかね、その状態を把握した上で、その機械のセッティングっていうか、なんて言えばいいんですかね、こう動いてるわけですよ。例えば、添加剤入れちゃったら、本来のレギュラーガソリンと違う状態のレギュラーガソリンになるじゃないですか。ってことは、その、このなんですかね、エンジンにこう吹かれているガソリンの状態が変わってくるんですよね。そうなるとどうなるかっていうと、まあ機械がおかしいなって判断して、そのなんかね、燃料の濃さだったりとかの誤作動まではいかないけど、調子が悪くなるっていうことはそういうことだと思うんですよね。ちょっとこれ自分のなんですかね、考えも含めて話してるので、なんかもしかしたら違う可能性もあるんですが、ただ結構信憑性はあるっていうか、自分の考え的に当たってんじゃないかなと思って話してるので、まあその辺はなんか自分が思ってるっていうこの話なので、まあその辺は信じるかも判断もお任せします。で、そういうガソリンの状態が少なからずこの添加剤で変わるので、それによってこの ECU の制御するこの状態が変わって、で、動作に悪影響を与えるという固定で、この今の特にこのセンサー類がすごい新しめの車に、新しめっていうかもう結構もう最近っていうか、まあ、比較的なんだろうな、もう制御って結構昔からそれなりにあるので、車に関しては。だ車にはそこまでおすすめできるもんではないんじゃないかなっていうのがちょっと添加剤のお話でした。で、さらに、ここが一番なんか、今回知ってよかったんじゃないかなって思う話だと思うんですけど、多分ここまで見てくれたら自分的にはこの動画出した意味があるので、この話で聞いてから切ってくださいじゃあ。あの、この添加剤の結構致命的な欠点っていうか、なんか、なんて言ったらいいんだろうな、これはそう入れない方がいいのだろうなっていうなんか決定的な話があるんですけど、ドイツ社のこの、なんですかね、車のマニュアルには、こういう添加剤を入れたら保証が効かなくなるって書いてあるそうなんですよ。それ聞いてちょっと自分びっくりして、だいわゆるこれを使ったらもう保証効かせられませんよっていうドイツ社のメーカー、なんかドイツ全般なのか、ドイツ社のあるメーカーなのか、そこは詳しく聞かなかったんですけど、で、まあそのいわゆる添加剤入れたら保証効かなくなりますよって言ってるメーカーがあるんですよ。だからそれってじゃあ添加剤って良くないってことだよねって判断してるんですよね。だから日本ってまあ、国の法律とかそのメーカーの考え方ってきっとあるんでしょうけど、だそういうなんだろう、国的なもんなのか、メーカーがいやこれ絶対入れちゃダメだよっていうことで、これ入れたらだったらもう保証効かせないよっていうことなのか、その辺はちょっとドイツと日本でもしかしたら違う何かしらがあるのかもしれないですけど、ただメーカーが言ってる以上はおそらく使っちゃダメなんだろうなっていうことを、まずさっき言ったこの結局状態、ガソリンの状態が変わるからその動作に悪影響を与えるよってことは自分の考えとして言ってるんですけど、それがなんかおそらく正しいんじゃないかなって思って、だからこう入れるなよって言ってるんだと思うんですよね。だ入れるなっていう理由を考えたときに、まあ、ガソリンに混ざるもんだから、まあ、きっとそのガソリン状態を変えちゃう、センサー類が正しく動かないから入れんなよってことだと思うんですよね。で、まあ、ガソリン添加剤って言っちゃえばの廃屋にも入ってるんですよね。まあ、あのレギュラーと廃屋って何が違うかっていうと、あのオクタン化って言って燃えやすいか燃えにくいかで、なんか結構自分も最初そうだったんですけど、廃屋の方がなんか良さそうに見えるじゃないですか。良さそうっていうか、まあ実際いいんですけど、なんか廃屋の方が燃えやすいって感じでなんか思ってる人多いと思うんですけど、廃屋の方が逆に燃えにくいんですよね。なんでかっていうと、あの廃屋っていわゆる高出力とか、なんかいわゆるすごいって言ったらすごいなんか適当な言い方にはなるんですけど、
いわゆる高圧縮のエンジンとかに使われるんですよ。どういうことかっていうと、ガソリンとかの燃料ってこう圧縮して縮めたら、その縮めた時に熱が出るんですよね。縮めた熱で爆発しちゃうんですよ、勝手に。あのレギュラーガソリンが火つきやすいんですよ、廃屋より。でなんでかっていうと、廃屋ってなんで燃えにくいかっていうと、その圧縮した時に燃えないようにするためなんですよね。だこの圧縮してる途中にレギュラーガソリンだと爆発して、縮めてる時にバーンっていくから、いわゆるこっちに行こうとしたのにこっちに行こうとしてエンジン壊しちゃうんですよ。だから廃屋指定のガソリンにレギュラーガソリンだったらマジで壊れるので、そこは絶対やめた方がいいですね。でそういうのを防ぐために、廃屋が燃えにくいから、圧縮の時に燃えなくて、いわゆる爆発させた時にこの火つけて燃やすから、うまく動作するってことなんですよ。まあそこはちょっとした余談なんですけど、廃屋車のそのいわゆる廃屋ガソリンにはこういう添加剤が入った状態で、このいわゆる売ってるっていうか、まあガソリンが入れられるんですよね。だからこういうのを使うぐらいだったら廃屋ガソリンを入れた方がいいんじゃないかっていう話でもあるんですよ。あ、実際のレギュラーガソリンのこのバイクや車に廃屋は入れて問題ないですね。そういう、何でしょうね、こういうのを使うんだったら定期的に廃屋ガソリン入れて動かしてった方がよっぽどいいんじゃないかなっていう説が今回その何でしょうね、話としてのなんか内容でした。まあ実際これもらったから実際使うんですけど、だから例えば、まあこれ使った時と実際は、でも実際これである程度綺麗になっちゃうから、この後に使う効果っていうのが薄れる可能性があるんですよ。一応やってみようかなとは思うんですけど、これを普通にレギュラーガソリンに混ぜて使った時で、その次にこの廃屋ガソリン使ってみた時みたいなことをちょっと試してみようかなって思うんですよね。うん、ただその最初に入れたこの洗浄効果で綺麗になっちゃってると、次使う廃屋ガソリンの時の効果が多分薄れる可能性あるんですけど、ただ結局燃焼した時のこの加速感とかは変わると思うので、その辺がまあ次の動画っていうか分かんないですけど、ちょっとこう年末冬休みがあるので、その時にやってみようかなと思います。とまあそんな感じで、この名前がいや もらうまで知らなかったんで、これシュアラスターって言いますこういうのフューエルワンしか知らなかったんで、シュアラスターのこれ使ってみようと思うので、味で使うのはあの FX2、 自分が乗ってるバイクですね。まああの廃屋じゃなくてレギュラーガソリンのキャブ車なので、いわゆる古いバイクです。だ古いバイクには添加剤はおすすめって聞いてるので、じゃあこっちは使ってて問題ないよねって聞いてるけど、いわゆる最近の電子制御の車やバイクにはちょっと添加剤は向かないんじゃないかっていうか、まあよくないよって聞きましたので、まあそのなんか情報がこの動画見れて知れたらよかったんじゃないかなと思います。とまあそんな感じで、まあこれレビューいつなるかわかんないですけど、まあこれ使ったレビュー今後上げてきますので、ちょっとその辺気になる方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではでは、ご清聴ありがとうございました。